はい、今日はですね、僕の書斎をご紹介します。どうぞ。まあ、とても小さいけど居心地がいい書斎なんですよね。このスタイリングという本はですね、僕のコレクションをずっと紹介してくれました。そしてドイツと大使館で出したセンティントイズだとかね、そしてこれはアメリカのクロニクル社で出したロボットカーズだとかね、ティントイドリームスという本ですね。まあ、ここもいろんな、まあ、コレクションが置いてありますね。なかなか、狭いけど居心地がいいんですよ、ここは。この間紹介したドーナツパンですね。さあ、今日はですね、これです。ずっと言ってください。これは月光結晶標本という作品です。作者は内林武さん。いいですか。箱を開けます。すると水晶と月の標本ですね。これをですね、回すとさあ光り出します。さあ、今からですね、宇宙と交信しているところです。もうこれさえあればですね、かぐや姫とも交信ができるという、とてもファンタスティックな作品です。まあ、作者の内林さんはですね、自分のこう幼い頃の記憶だとか宇宙、時間をテーマに立体作品を作っているんですよね。そしてこれをですね、交信が終わるとまた静かに消えていくと、そして箱に収まっていくんです。さあ、いかがだったですか。この作品はですね、以前京橋にしずくというおしゃれなカフェがあったんです。そこのオーナーの松田さんが紹介してくれました。今はですね、月島に古書ギャラリー月というのをやっております。まあ、とてもいい方ですよ。皆さんもね、機会があったら行かれるといいと思います。まあ、ここの書斎にもまだまだたくさんご紹介したいものがあるんで、またお楽しみに。